4月19日愛媛新聞社1階ホールで松山市議会令和4年度総会4月例会が行われました。松山市議会は昭和18年に柳原旭堂が正岡子規を顕彰するために設立したもので、子規の月命日である19日に毎月例会を行っています。会では昨年度の事業報告や今年度の事業計画が発表されました。最後に四条縄手学園短期大学副学長の工藤真由美さんによる子規の写生館と現代の漢図作文と題した講演が行われました。私が、大学院修士課程の時に、正岡子規を、研究教育学という観点で人間子規を、研究しようというふうに思いました。もともとは、中学校の時に、修学旅行で松山に来て、その時に子規の伝記を購入して、その時の子規の生き方っていうのが、やはり自分の中に残っていたと、気になる存在であったというところでした。でやはり長い闘病生活の中で、自暴自棄になることもなく、淡々とやはり自己というものを、表現するという、そこのところに非常に、人間子規の魅力というものを感じた。でそれはある意味、死生観というものを人間が、作りながら生きていって、最後は亡くなっていくという、そういう万人に共通する、なんかそういうものを子規からなんか示唆を得たような、そんな気がしたということが、一つのきっかけであったというふうに思っています。生きることというのはやはりその先に死というものがあります。やはりそういう状況の中で自分の死を見つめながらやはり生きていくっていうこと、なかなか普段はそういうことっていうのは、なされないわけですけれども、やはりこう自分の生を見つめながら生きていく中に、やはり自分の成長とか、日々の充実っていうようなものが、本当は見られるのではないか、そういったことを、若い世代の人たちに、伝えることができればいいかなというふうに考えております。今年度も活動を始めた松山市議会、今後のさらなる研究が期待されます。